です。どうも、アクシデンツのタカタ、社長のアイデアです。はい、どうも皆さん。はい。ルーレットでお店が決まる1キロエンドレス。1キロエンドレスってやった？一応前にやったのが料理バージョン。目標は5店舗、もう5キロ狙っていきたいと思います。まあ、今回はルーレットでね、お店決めちゃおうかなと。じゃあ選べないんだ。選べません。この腹でここ行きたいがないんだ。そう、出たところで強制的に1キロを食べてもらいます。で、今回はかりのね、判定なんですけども、この容器のグラムはね、もちろん抜かないといけないので、食べ終わったらまたグラムを測ります。で、その容器分を引いて、その食べ物のグラムを測ります。はい。もしね、足らない場合もあると思うんですよ。その場合はもう一旦時間も止めます。で、追加注文して、それをまた同じことをします。で、制限時間20分以内に食べきれなかったら終了。なるほどね。そこで途絶えてしまいます。てな感じで今回はやっていきたいと思います。はい、それではいきます。最初のデパートリー発表しましょう。はい、これ同じ店行かなくていいので、出た店は決して新しいお店を追加しましょう。オッケーオッケー。発表します。キューベ、花月、日の矢カレー、銀だこ、マック、ケンタッキー、バーミヤン、サイゼリヤ、クレープ屋、ガスト、釜揚げうどんです。ジャンル広い。ジャンルはもうファミレスからラーメンとかね。クレープ1キロきついね。やばいね。クレープ1キロ重いもんね。これ野田積みならね、どこにいるか。で、いきます。ゴー。ん？ケンタッキーかー。あーまあ、これは骨入ってても問題な。骨は抜くよね。骨は抜いた。あ、マジで？食えないところは抜かないといけないんじゃない？そうだね。じゃあ中に入って、とりあえず1キロと見合うものをね、一回買って測りましょうか。はい。はい、ということで入店しました。はい、はい。じゃあね、ちょっとタイトが今映ってないんですけど、今回は俺とタク、うん、またね、入店して 2-1 になっちゃうときは別で入れ替えてやっていきたいと思います。はい。チキン測っちゃおうかな。そうね。125。まあ100はあるね。125ね。骨抜いてない状態で1032。おお。じゃあ追加ちょっと、まあ、まあ追加は多分、ね、なんかちょっと入ったら多分ちょうどよくなる。20分。ではスタート。いただきます。いただきます。ツイスターから行きたいところなんですが、チキンでしょ。チキンいただきます。冷めちゃったらよくない。いいですか、これ。いただきます。いただきます。うまい。うまい。完全系出るし完食です。23g。 わー、ポテト今1009。どうぞ。おお、14g。 今で990。まあ何でもビスケットとか軽いやつだもん。100もいかないかな。買うの調整うまね。マジこれでエルポテにしてたら完璧やった。ポテト俺は終わります。ツイスター。割る？割れて。15。977。20半だけ。うわー。これ。これね、今期間限定でハニーなんとか。ハニーマスタード。うまいよ。完食です。多分提供するだからさ、俺買ってこようかな。うまっ。うわ、やるみたい。こんにちは。カネルクリスピー。80g 食べた。52。おいね。クリアクリア。はい、ということで、これ食べたら 1029g、1kg 達成します。おいしい。はい、ということで、それ飲み込んで、明日の終わりです。満足度が半端ない。半端ないね。チキン食って、ポテト食って、ツイスターも食って。うわ、死んだことが出たらやばい。はい、飲み物はいいんだな。飲み物持って帰る。OK。はい、ケンタッキーの枠で何入れますか。家系だもん。大丈夫。ああ、ここまま家系切ったら終わるぞ。でもライスいっちゃうんでしょ、これ。やべえだろ。でもあそこライスで調整できるよ。ああ、生活足りなかった。うまくやれば。いきますよ。はいよ。スタート。はあ、何入れるんですか。釜揚げうどん。おお、いいんじゃない。いいんじゃない。うどんか、わからんね、おばさんね。よし、じゃあ、行きましょう。いいよ。ザルうどん食べたい。もうザルうどんの冷や食べたい。でもザルうどんつゆない。ちょっと軽そうだよね。負けた方が大。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。いいけど。どっちどっち。俺がチョキ。俺がグー。大だ。これはトロタマうどんを食べたいのです。
はい、ということで一人一品注文しました。僕がザルうどんの並とうずらフライで、二人がザルうどんの大、二人がとろ玉うどんの並盛りです。今回は俺とハヤテがね、移っていきたいと思います。まず器とかすべて込み込みで2483です。ガチ？こっからね、どんどん行くか。まあ20分でスタート。いただきます。いただきます。うまそう。うん、うまやばい、やばい、ね、ちょっとやばい。これでマジで俺も舐めてよかったけど、本当にまずい。うずらちゃんでいい。うん、お、スープ飲むか迷った。ちょっと一回飲まない。両方一緒に測りましょう。何のつゆがまだ残ってます。50や163。これ食ったら多分これ食った。波でよかった。波でじゃんけんって何だろう。映る以上そうじゃない。ありがとうだ。なんで？まあね、世の中も付き合いですから、ね。結果は 1163g、 1kg 達成です。終わってるかな？はい、です。何で言ってんの？僕に終わってた。ありがとうございます。食べてきたよ。はい、帰ってきました。はい、3キロ目のお店を決めると。はい、玉揚げが消えまして、次どこを入れますか。ちょっと遠いけど浜寿司とか。あ、いいんじゃない。浜寿司狙い目は。狙い目どうだ。うわ、でも寿司で1キロって結構多いよ。でも俺クレープでいいと思う。あー、いい、ちょうどいい。まあ、口はちょうどいいな。お腹はね、たまるけど。いきます、ゴー。さあ待って、この色って。ひどやか。きのやカレー。カレーか。最悪一人でもいいな。あ、違う、二人で行って一人がメインで食べて。結構量ある。一人一品は、あ、でも、ね、ちょっと多すぎだ。テイクアウトできない。テイクアウトできたらさ、三人で食えるけどさ。いや、毎日行ったら食えるけどね。もう一人カレーが食えるやつがいるならテイクアウトじゃなくて。あのカレーのレベルが知らないよ。そう、行ったことないから。俺もないから。じゃあ、向かっていきましょう。よし、はい、日の谷カレー着きました。はい、はい、やっぱね、この見た目はね、引くね。お客さんを聞きたいような感じ。あ、そういうことね。ドン引きしてない。ドン引きしてない。神田カレーグランプリ優勝って。でっかー書いてあるね。これはね、金賞グランプリ、あの、唐揚げでなんか実績がありそう。ありそう。うん。テイクアウトができるかも聞いて、うん、できたらテイクアウトで。できたらそうしよう。一旦でも、もし、テイクアウトやってるかって、続きのために、3人じゃ美味しい。いけるっしょ。まあ、俺も今ここに来たらいけんなって。あ、ほんとに。じゃんけんで本当に詰めんでいい。負けた2人が。オッケー。セッショングーじゃんけんポイン。あーあーあー。これね、俺ね、なんか勝っちゃう気がしたんだよね。俺だってもともと行くマインドでいたのに。いいよ、別にじゃんけんでって言われたら勝っちゃいそうだなと思ったの。じゃあ俺待ってるわ、しょうがないから。あれ、テイクアウト来た場合。テイクアウトだったら俺食べるよ。そうだよね。そしたらカツカレー食いたい。オッケー。カツカレー、すげえな。カツカレー腹減ってる時しか食えなくね。カツカレーなんて。さて、買ってまいりました。どうも、日の谷カレーで。なんで帰ってきた。あの、テイクアウト全てやっております。できましたね。まあ、このご時世でできないとこはないですね。そうで、まずこちらカツカレーです。カレー網で 300g 米なんだ。そうなんだ。ほうれん草カレーです。1353。食べますか。じゃあよーい、いただきまーす。いただきまーす。あー、あのまんまなの。始まり甘く、あと辛く。食べていくと辛みが。スパイシーね。ココイチどっちがスパイシー。こっちのタレ。あ、じゃあココイチはなんかもうココイチ独自のカレーって感じだ。そうね。おお、美味しいね。美味しいよね。結構辛いね。でも、米うまくない。うん、ここ
確かに給食のカレーの米感だよ。うまセブンティーアイス入れる入れるきついさシャーベット、そうシャーベットね、結構するあれ結構重さある。まあ、ほんとちょっとさ、ね、連想しようぜ。もうなんか何連想って、連想したところで店は生まれない連想じゃねえやん。探そう、脳内シャーベット系のお店ない。ちょっと待って、今探すわ。大丈夫それ。あー、空間近くやってる。うわー、あっつ、おっぷねー。ないないなかった、もうダメだじゃん。やだ。え、新しいやつ。マジ辛いんだもん。お前もう 500g 入ってる。入ってる。はいはい。1353。97g。少ないね。1256。余分な250g。食いすぎだよ。でもここにカレーしょうがねえんだ。4周目です。4球目だ、はい、とりあえずここ来れてよかった。頼む寒いと思って。じゃあ、うっばバミヤン終わったー。杏仁豆腐とマンゴープリンあるべ。あー、マンゴープリン、あとごま団子。なんで中華屋なんだよ。でもスカイラークグループには入れたから。あるよ、絶対スカイラークグループならあるよ、デザート。あの、もうあると信じよう、うん、行こう行こう。運命のデザートを見るシーンでございます。デザートってわけか。デザートリンク、おーおー、いきます。ちょっと渋いカステラあるじゃん。めちゃめちゃ豆腐です。でもなんかあれだよね、中華だからわかんないね、味が。よし、じゃあ頼みます。お願いします。どうも、お眠チャンネルです。ちょうどね、3時になって満腹すぎて、でもこのリフレッシュさがある俺らには。じゃあ、海斗くん足してって。思ってるよ、重いよ。持ってみて。似合うからさ。今回注文したものは、はちみつ揚げパンバニラアイス添え、ごまつき団子、とろとろ白桃と杏仁のアイス添え、とろとろ白桃と杏仁のアイス添えのバニラ、いちご杏仁。1793kg。絶対用意よ。20分間。よーい。スタート。いただきます。いただきます。うまっ。うまっ。杏仁って感じしないね。ゆるいクリーム食べる。うんうん、うまいな。あんね、はい、ごま団子いただきます。うん、出るじゃん。うん、チーズ。うん、めっちゃ脂ってる。うん、うまっ。うん、なんでこれでしまって液体系がもう使えないよ。液体を入れるのはもう無理だ。銀だことかそういうの出るんだろうな。待って、ここ3メートルになってる。うわ、せっかく4店舗来たのに。そういうので完食です。完食。1793、以下なら OK。 あれ、748、1040。ガチだから見てほしい。半分ぐらいが器の重さだったんだ。ごちそうさまでした。4店舗目クリア。車で回しましょう。必死です。もお疲れ様でした。お疲れ様でした。あと2300で1キロぐらい。3時間ぐらいで4キロ食うって結構すごくない？すごい。そっか、やっぱね、味と食感とか全てが変わってるからいいんだけど、もう全部経験したんです。そう、すごいね。一回まだ被ってないから。ジャンル新規は何入れる？新規サーティワンでしょ。え、やだやだ、無理だろ。サーティワンとってピーコックでいいよ。ピーコックでいいよ。ピーコックいけー。胃が痛いよー。お母さん、赤いのってあれだよ。翔ちゃん、やったな。うせ、張りすぎたんだよお前が。みんなこう、やーだー、やだよー。実力言うと何個食えそう？みんなこのあの4いったらハッピー。俺も6いったらハッピー。いや、5かな。5頑張って6いけるか。いかない。15、2船買って食えるか食えないかいけるの。そうね。それが何グラムだとしても、ね、調整、調整の意味を込めて。ということで、こちら銀だこをね、とりあえず16個買ってきました。いやー、風格が違うね。じゃあ測っていきます。どうぞ。292。おお、ある。3秒かかるね。588。うわー、500台か。これもう1回って思うと結構やばいな。いきます、20分スタート。いただきます。いただきます。いいんだな。
え、マジで熱いからね、ブラックだからさ。うわあ、いっぱいこぼしたのりとかさつお節、うん、じゃない、うん、じゃない、どう、熱い、うん、じゃあタコだけ救出します。閉めた。なんで熱いよ、これあれだよ、開けときゃいいんだよ、あの空気入れときゃいいんだよ。そうだから俺今タコ抜いてる。ニコニコしようぜ。おいしいね。おいしい。自分の胃が結構限界なことに気づいたの今。タコ食ってもめちゃめちゃきついね。タコまだ一個も食ってない。1個も食ってない。え、おい、銀だこ好きが泣いて開けるぜ。最近めちゃめちゃ銀だこ食いたかったのに。食える。あ、うまうな、これは。あ、こぼれる、こぼれる。おー、いい、タク、君が食えなかったら終わりなの。これね、一人で食べちゃダメだね。二人、まあ、そうだね、そのマインドで、はい、はい、じゃあ今度そっち手伝う。手をつけてないものは今から触るのはちょっとマインド的に厳しい。うわー、タコ焼きを手術します。いーん、うわー、やばい、座ってんのきつい。あー、何よりタコなんだ。ここで油はきついね。よし、これは食い切ろう。くれ。お、いいの。なんで俺は協力してくんねんだよ。まずはなくせる方をなくすだろう、気持ちいいんだから。マジで、あ、救える命を救ってください。話をしよう。1個終わりました。さあ、 100g 以下だったらちゃんといいよ。お、すごい、19569。あ、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 ならなかった。まずおしまい。お疲れ様でした。30g で約 100g として、じゃあほぼ 5kg 食ってるよね。4周です。いや、でもすごいよ、だって 4kg だよ。毎回時間割と余裕持って食ってたから、そうそう、1時間ぐらいで食っちゃったんだよ 4kg。 えー、だときついな。じゃあ今度からあれを持っていろんなところ行って食えば場所で、これはあるよね。ある、雰囲気出ますからね、このキャパシティは。ということで今回はね、記録は 4kg、 まあ4周だったということで、僕は大食い100あと2本ぐらい取ったら僕はダイエットもらえちゃうんで、明後日ね取る大食い100もちょっと気合い入れましょう。はい、ということでチャンネル登録、高評価、そしてコメントたくさんお願いします。お願いいたします。お願いいたします。インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。もしお気に入りのシーンとかあったら、まあ、切り抜きとかなんかで教えてください。よろしくお願いします。お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。風を切って走ってゆく希望の街へと。本日もご視聴ありがとうございました。次回のアクシデントハウスはサイコロで出た目の数、しょちゃんは痩せる、かえてくんは太らないといけない対決をしてみました。さあ、これね、何出るかもお楽しみなんですが、太るのと痩せるのを同時に見れる、すごい今までにない企画となっております。きっと面白くなると思うので、明日もぜひ楽しみにしていてください。